聖意シュトバーン大聖堂聖意シュトバーン大聖堂は、ハンガリーの首都ブダペストにあるカトリック教会のバシリカである。聖意物箱に収められている右手のミイラの種、ハンガリー王国の初代国オイシュトバーン一世に、ちなんで名付けられた。ハンガリー国会議事堂と並んで、ブダペストで最も高い建造物である。建物高96メートル、幅55メートル、 奥行き87.4メートル。1851年に着工し、54年後の1905年に完成した。この地帯の大半は完成したにもかかわらず手がつけられないほど崩壊し、一から作り直すことになった1868年のドーム東海が起因している。建築様式は新古典主義様式であり、平面図はギリシャ十字を模している。 正面には二つの大きな主楼がある。南の主楼にある金は、重量9トン以上あり、ハンガリーで最も大きな金である。現在のものは二代目であり、初代のものはほぼ8トン近くあったが、第二次世界大戦の際、につぶされて軍用に使われた。観光客は、エレベーター、または364段ある階段で、ドームに登ることができ。 ブダペスト街を360度見渡すことができる。1083年に劣勢されたイシュトバーニッセイの右手のミイラが生物として保管されている。遺体から失われていた右手がトランシルバニアで発見されてから各地を転々とし、1771年マリア・テレジアによってブダに戻されたものである。ここでのバシリカは建築の種別としてではなく、カトリック教会において、 バシリカとしての特権を付与された制度であることを示す語彙である。ウィーンプラハブダペスト2016マップルマガジン海外、秋文社2016年105ページ、ISBN 978から4から398281197、ありがとうございます。